ん？なるほど、初めてのお使いかな。最初は4番に乗って TY に乗り換えて横浜。ソウスケ大丈夫かな。この電車に乗って着いたら TY に乗って。着いた。 TY はどこだ。東横線の横浜方面なんだけど、わかるかな。これだ。待って、あれ逆方面じゃない。ソウス、頑張れ。あれ、横浜がない。どうしたの。これ横浜つかないんですか。そうだね、横浜だと反対だね。戻れないですか。大丈夫だよ、次の駅で向こう側の電車乗ろっか。いいんですか。お兄ちゃんが伝えとくから安心して。ほら、行ってらっしゃい。乗りまーす。ソスケ、ママすごいじゃん、一人で来れたね。うん、もう一人で行けるもん。どうして僕にはサンタが来ないの。ソスケ、ごめんね。僕が悪い子だから。サンタさんも忙しいんだよ。ママの嘘つき、サンタなんて本当はいないんだ。ソスケ、どうしたの。僕にはサンタが来てくれなかったの。あれ、お母さんは。ママも嘘つきだから嫌いだ。そういえば昨日。ちょっと待ってて、昨日の女性の忘れ物って見つかってますか。あー、まだ見つかっとらんな。急いで捜索できませんか。今日必要な大切なものだったんです。なるほどな。みんな、昨日の忘れ物リスト、社内清掃員への連携を頼む。ありがとうございます。ここで何が来るの。もうすぐ来るよ。ソウスケ、ママメリークリスマス。うわー、ありがとう。やっぱりサンタさんはいたんだね。だね、メリクリ。よし、にひお。おじさん、何撮ってるの。うん、何。おじさんが何か撮ってたの。は、あのガキ、いいところで邪魔しやがって。ちょっと待てよ。クソ、気づきやがったか。逃がさねえぞ。うん、スマホ見せて。なんでだよ、俺は何も撮ってねえぞ。なんか撮ったなんて私言ってなくね。うん、じゃあなんか撮ったんだ。いい写真撮れた？見せてよ。だから何も撮ってないって言ってんだろ。じゃあ写真フォルダ見せろよ。だから俺は何も撮って。ああ、キモ、私の足撮ってんじゃん。なんか勝手にカメラがついたのかもな。じゃあ防犯カメラを見てみましょうか。いや、そんなことしなくても。おじさん、さっきはお姉ちゃんの足を撮ってたんだね。ああ、目撃者もいるみたいだし、サツにパクってもらおうか。ああ、それだけは許してくれ。許さねえよ。ドキドキドキ。あ、やばい、逃がすか。ソウスケ、大丈夫。ここまで来たら誰も見つけた。え、さっきエスカレーターで子供にぶつかってたよね。何のことかしら。しらばくれんの。私はずっとここにいたわよ。ギャルなめんなよ。え、さっきおばさんが子供にぶつかったとこ iPhone で撮ってんだよね。正直に言わないと TikTok でばらまいちゃうよ。ぶつかったわよ。じゃあすぐ戻って謝ってきな。私がやりました、ごめんなさい。いいよ。いいのかい。うん、だっておばさん謝ったじゃん。ちょちょ、間違えちゃったよ。どうしたの。おレルエ君、間違えちゃったの。僕と一緒だ。そうなの。名前は清志。僕はソウスケ、よろしくね。うん。あれ、僕たち何やってんの。立川に行く電車を待ってるの。立川、もう行く電車ないよ。え、困ったな。うえー、この電車は青梅で車庫行きだし、伸ばすわけにもいかないしな。もう帰れないの。嫌だよ。やるしかないか。司令官取れますか。はい、こちら司令。この電車、行き先を立川までにはできないですか。そんなの無理だよ、どうしたんだよ。困ってる子供たちがいるんです。天候も荒れてきて、このままにするのは危ないです。こうなったらお前は何言っても聞かねえからな。メトロさん、上には黙っとく。立川まで送ってやれ。ありがとうございます。たく、よし、二人とも乗って。うん、ママママソウスケ、キヨシ。え、誰。僕たちは友達だ。エクインさん、どうされました。遅延証ください。どうぞ。ありがとう。次は1年生のリレー対決です。ソウスケくんはまだ来てないみたい。ソウスケくんがいないと負けちゃうわよ。でも仕方ないから他のみんなで頑張ろう。はい。位置について、よーい、ドン。あー、わー、みんな頑張れー。はっはっ、キャー。メイちゃん、お母様。メイちゃん、もういいよ、よく頑張ったね。バスに任せろー。え、ソウスケくん。あー、ここはのぞみ号だ。すごい速さ。いけー、いっ
一番やったーわーい勝っちゃったソウスケくん大好きソウスケ改札先入ってわーいありがとうございますんママ立ち食いそば食べたいもう昼だし食べてこっかお母さんちょっといいですかはいえ私なんかいけないことしたお子様は保育園児ですか3月に卒園したんですがじゃあもうすぐ小学生ですね1年生になるよそうなんですですと4月から子供の切符が必要になりますえすみませんでしたてっきり入学式終わってからだと思ってて小学校に入学する年の4月1日から子供扱いになるんですじゃあ子供の切符を1枚お願いしますはいどうぞ初めての僕の切符だソウスケも大きくなったねにひお腹すいたよもう少し待ってて大雨の影響で運転を見合わせております今しばらくお待ちくださいママまだどうだろうねお腹すいたようるさいガキねこれでも食ってなさいあすいませんみんな我慢してるのよガキだからって甘やかさないわよおいごらてめえこんな異常時には皆さんのご協力が必要ですさっき自分のゴミを投げつけてましたよねうるさいわね私が出ていくわお客さんまた何かあったら何でも言ってくださいねあんな人ほっときましょうありがとうございますママ見てどうしたの美味しそうなお弁当だあらおばさん本当は優しい人なんだねそうだねこれとこれとこれも買って名誉嬢様買いすぎじゃないですかソウスケくんも欲しいものあったら言ってねうんおじい様ここにあるお洋服も全部買って名誉嬢様んそりゃ本当に糸は入ってるのかもちろんですこれで15回目なのよソウスケくんあれはわー糸は鉄道模型だソウスケくん待っててうん駅員さんくじ全部引かせてちょうだいえ全部買うわふざけるななら俺が全部買うのよ私の方が先に行った卑怯者めふざけるなおじい様早く買って俺に買わせろやめてよえ僕は一回できたらいいよどうして模型が欲しいんでしょでもめいちゃんとここに来た思い出でやりたいのえ一緒に一回ずつやろううんどうぞこれだこれ残念おまけのキーホルダーですめいちゃんお揃いだねうんくそいい友達を持ちましたねいつもありがとう駅員さんこれあげる何これ年賀状です邪魔になったらすいませんありがとうじゃあソウスケくんちょっと待っててねうんえソウスケくんお母さんお待たせしましたいえいえこれ少ないけどお年玉ですわーありがとうそんな悪いですよ僕なんてあげる子いないのでもらってくださいよありがとうございます駅員さん今年もいっぱい電車乗ります待ってるよママーどけどこへ行っちゃったの邪魔なのよママーどうしたチビ迷子になっちゃったの母ちゃんと来たのかうん、うん探してやりてえけどこれからバイトだからなしゃあないかよしチビ一緒に探すぞ小さい犯がいるわよあ何事ですかこのチンピラが子供を泣かして誘拐しようとしてるわよいや迷子だから一緒に言い訳はゴミよ子供から離れなさい何なんだよお姉ちゃん行かないでえ大人はみんな怖い人ばっかだでもお姉ちゃんの声は助けてくれたんだチビそのおばさんは嘘つきだ子供が言うことに嘘はありませんねソウスケママよかった皆さんご迷惑おかけいたしましたじゃあ俺はバイトあるんでお兄ちゃん助けてくれてありがとうじゃあなじゃあ私もここらで足爪さんあなたはそろそろレッドカードですよ急げあごめんなさい俺の高い高い靴がお前に踏まれて汚れちゃったのよごめんなさい大人の世界は謝ってもすまんのよすまんだ弁償代だお金ないよなら親に言えどうにかしてここに持ってくるのよ泣いてもダメなのよおいこらてめええ子供にその言い方はなくないなんだとそんな風に精神的に追い込んでその子がトラウマになったらどうすんだよその子の生活に支障出たら責任取れんのかでもこいつが俺の靴を踏んだからねその弁償代よりその子を傷つけた慰謝料の方が何十倍も高いけど大丈夫それは駅員さん連れてって
館とお待ちです。クソゲー、私の管理がいけないんですけど、財布から1万円がなくなっていまして。僕のせいで盗まれちゃったの。タイミングとしては何時頃ですか？この子のトイレ付き添ってた時なので10分ぐらい前ですね。そうですか、こちらでも周辺を探してみますね。はい、お願いします。お母さんショックだな。見つかるといいね。だね。あら、何かなくしちゃったみたいね。そうなんです、財布のお金なくしちゃって。あら、気の毒ね。1万円も大金ですからね。はい、お客様、近くを探したんですが見当たりませんでした。お力になれず申し訳ありません。いや大丈夫です、ありがとうございました。1万円も大金ですから見つかるといいですね。はい。ん、そういえば隣のおばさん、1万円も大金ですからね。車掌さん以外に1万円なんて言ってないよね。もしかしてあのおばさんが。逃げるわよ。ちょっといいですか？何よ、急いでるからどいて。本当のこと言ってくれたら大ごとにはしませんよ。俺は眠たいのよ、邪魔するんじゃないのよ。意地悪、車掌さんにつけてやる。勝手にするのよ。久々に酔っちまったな。終点まで寝ていくか。車掌さん、どうされました？椅子を全部使ってるおじさんがいるの。え？案内してくれる？うん。誰かと思ったら横山かよ。迷惑ばっかかけやがって。ほら、一人で全部使ってる。あ、いいこと考えた。僕、ちょっと手伝ってくれる？え？うん。そーっと起こさないようにね。お前よ、もう少し頑張って。ここでいいの？バッチリだね。にひ、終点に着いたのか。くそがー。ママ、阪急のマルーンカラーかっこいいね。素敵な色だね。かっこいい。ん、地震だね。ママ怖いよ。大丈夫だよ。ただいま発生しました地震の影響でこの電車は緊急停車いたします。電車いつ動くかな。皆様、電車の長時間の運休が見込まれます。そのため電車からの避難を行います。え、怖いよ。電車から結構高さもあるので危ないですよ。ご安心ください、滑り台をご用意しました。え、滑り台？このように座席シートを組み合わせ安全に降りられるようになっています。これなら怖くないね。うん、安全よし。行こう、めいちゃん。うん。昨日は雨が強かったから川には近づかないようにね。はいはい。あー、カエルさんだ。あー、めいちゃん。うーめいちゃん待ってて。ソウスケ大丈夫？めいちゃんは今お医者さんに見てもらってる。大丈夫かな。めいちゃん、ソウスケくん、ありがとう。元気になったらまた遊ぼうね。うん。ソウスケ、いつから泳げるようになったの？わかんない。でもめいちゃんは助けないとだったから。よくやった。ソウスケくん、大好き。にひ。あれ？開かない。ちょっとすいません。このエレベーター全然来ねえな。すいません。誰か助けてください。閉じ込められちゃったよ。助けてください。ちょっと待ってろ。ちょっと行き、エレベーターに人が閉じ込められてるぞ。え、ママ、ここから出れないの？大丈夫、すぐ出してくれるかな。うん。開いた、お客様大丈夫ですか？はい。怖かったよ。怖い思いをさせてしまい申し訳ありません。今後二度とないよう整備会社と共に勤めてまいります。お願いします。あ、外で助けてくれた方は？なくなっちゃったね。無事でよかった。ママ、次？次の次だね。よーし、絶対に僕がボタンを押すぞ。ボタンを押すのはこの俺なのよ。え？バスの止まりますボタンを押すのが俺の楽しみなのよ。この子初めてのバスなんです、譲ってあげてください。諦めろ、俺と一緒になったのが不幸だったな。僕が押したい。なら俺より早く押してみろ。まあ無理だろうがな。ソウスケ、頑張って。次はペイペイドーム、ペイペイドーム、降りる方はボタンを押してください。来た！わー、おりゃー、ソウスケ、ジャコベ。え、腕をつった。やったー、すげー。ケンさん、国会議事堂へ行くバス乗り場はどこですか？ですと3番乗り場だね。3番ね、ありがとう。お気をつけて。お、男のガキみっけ。3番乗り場のバスに乗って国会議事堂前で降りる。あ、これだ。
じゃあ出発するぞ。うん。このバスは国会鉄道止まれますか？止まらねえ。え？黙って乗ってろ。怖いよ。ママ、助けてよ。黙ってろガキ。話してよ。うるせえ。おいごらてめえ。あ？うるせえ。おいごらてめえ。あ？その子に手出すな。駅員がなんでここに。その子が心配でちゃんとバスに乗れるか見届けてたんだよ。バスの柄も違うし運転手も態度が悪いし、なんか怪しいと思ってついてきたんだよ。余計なことしやがって。お前はここで終わりだ。駅員さん、ありがとう。もう大丈夫だよ。なんだか騒がしいな。あ、駅員、あれ、お前はいつものガキ？横山さん、あなたが犯人だったんですね。いや、何のことだ。おい、説明しろ。ボスが持ってこいって。え？何をだ。男のガキを持ってこいって。俺はそんなこと言ってないだろ。え？あそこの鍵を持ってこいって言ったのよ。警察だ、誘拐の容疑で逮捕する。すぐ。はあ。よし、帰ろっか。にぃ、うわー、特急湯布院の森だ。かっこいいね。ママ、写真撮って。順番だから並ぼっか。うん。あー、もうちょっと引き目で撮れる。あー、はい。こいつ何枚撮るんだよ。あー、もうちょい引き目で撮れない？顔でかく見えちゃうじゃん。あー、すいません。知らねえよ、モデル気取りがよ。ママ、まだかな。もうちょっとだよ。これで大丈夫ですかね。あー、いいね。次洋服変えるから待ってて。おいごらてめえ。あ？後ろ見てみろ。え？みんな順番待ってんだよ。お前だけのものじゃねえぞ。でも俺の写真を待ってるファンもいるんでね。周りに迷惑かけてまで撮った写真なんてファンの子も喜ばないと思うぞ。あ、電車はずっと止まってるわけじゃありません。あ、はい。限られた時間の中でみんなが楽しめるように考えてみてください。ママ、撮ろう。俺が撮ろっか。ママがいい。あ一番乗りだぜ。宗介待って。ベビーカーは一番後ろのスペース置いていいんだよね。ママ早く。はいはい。まもなく光号発車します。くそげ、荷物がでかすぎて棚に入らないのよ。富士山見えるかな。天気いいから見えるかもね。おい、どかせ。え、そこのベビーカーをどかすのよ。俺の荷物が入らないのよ。でも置く場所ここしかなくて。トイレのあたりに置いときゃいいだろ。そんな、まったく、早くどかすのよ。おいごろてめえ。へえ、そこのスペース予約したか。予約？お母さんはちゃんと予約してるぞ。お前はしてんのか。してないのよ。じゃあ今すぐベビーカー戻して、お前はデッキで立ってろ。すぐ。にひ、ありがとね、宗介。ママはお腹に赤ちゃんがいるから座ってて。そのカバン重くない？へっちゃらだよ。ありがとう。ああ、間に合った。あれ、ちょっと待って。なんだよ。あのお姉さん可愛くね。うわ、可愛い。あ、ダメだ、子供いるわ。なんだよ、こういう人たち苦手だな。てかさ、妊婦さんって優先席座っていいの？確か障害持った人の席だよな。だよな。じゃあ太ってるだけじゃね。おいごらてめえ。え？優先席の標識をよく見たか。え？妊婦さんのマークもしっかり入ってんだよ。ああ。妊婦さんは立ってるのも辛い時だってあるんだぞ。そうだよ、ママは座っていいんだ。ああ。妊婦さんを見かけた際は優しくお声かけをしてあげてください。はい。ママ座ってていいよ。ありがとう。ママ313系の電車だよ。かっこいいね。大きくなったら運転したいな。宗介ならできるよ。うん。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。うあ、うるさかったですよね、すいません。席を開けろ。え？仕事をして帰ってきた俺が立ってて、一日中ガキと遊んでるお前が座ってんのはおかしいだろ。あ、すいません。まったく、これだから若い母親は。おいごらてめえ。へ？ちょっと宗介、ママは遊んでなんかいないよ。生意気なガキだな。ママはいつも手がボロボロになっても、靴下に穴が開いてても頑張ってるんだ。それは当たり前のことなのよ。当たり前じゃないよ。おじさんはできるの？それは一番疲れてるのはママだ。ママに席を返してよ。わかったよ、クソが。宗介。にひ。いらっしゃいませ。小田原までの切符ください。では1500円です。あれ、財布がない。え、おい、何やってんのよ。少々お待ちください。さっきまであったのに。あー、後ろの人もイライラしてるし、どうしよう。お兄ちゃん、
プレゼントあげる。え？先輩、それは。今日は子供の日だろ。いいの？うん。いつも電車使ってくれてるお礼だよ。ありがとう。じゃあ僕からも小田原までのグリーン席のプレゼントです。わあ、嬉しい。横山さん、アイス食うか。うん。坊ちゃん、財布あったぞ。みんな、ありがとう。笑顔よし。わあ、新幹線浅又。はい、まもなく本庄早稲田発車します。やっぱ新幹線は早いな。着いた。上の東京ラインに乗り換えだ。こちら乗り換え改札でーす。急げー。お、行っちゃったよ。ソースケー。ママ、切符通して出てきて。あれ？切符がない。え、何やってんの。どっかやっちゃった。僕熊谷で切符置いてきちゃったでしょ。え、乗り換え改札は出口じゃないから切符が出てくるのに取らずに来ちゃう人が多いんだよね。ごめんなさい。熊谷の駅員さんが保管してるから今日は大丈夫だよ。ありがとう。ありがとうございます。パパの運転する電車早く乗りたいな。もう少しだから待ってろよ。うん。じゃあパパに行ってらっしゃいしよっか。行ってらっしゃい。行ってきます。早速12コール運転してみろ。はい。確認するとこあんだろ、忘れんな。すみません。一個のミスが大事故につながるんだぞ。まだダメだな、勉強してこい。はい。ソウスケのために頑張らないと。停止位置よし、時刻オーライ。よし、いいんじゃないか。ありがとうございます。次からは一人立ちだ、頑張れよ。はい。ソウスケ。何？パパ、運転士になれたぞ。本当？本当だ。今度ママと乗りに来てな。やったー。パパすごいね。うん、僕の自慢のパパさ。まもなく大宮、大宮到着です。停止位置よし、時刻よし。うわー、パパが運転してるよ。ソウスケの自慢の父親でいないとな。停止位置不良は立派な事故だぞ。すみません。一つの確認ミスがこういうことにつながるんだ。はい。ミスが続くようなら運転手もやめてもらわねえとだな。それだけは勘弁してください。もう絶対ミスをしませんので。頼んだぞ。はい。お帰りなさい。おう、どうかした？パパ、明日またパパの電車乗りに行くね。来なくていい。え？運転は遊びじゃないんだ、邪魔するな。そんな言い方しなくてもいいでしょ。うるさいな、ほっといてくれ。どうしたんだろう。もうミスできないぞ。集中しろ、集中しろ。嘘だろ、こっち来んな。以上。危なかったのよ。もう無理だ。大変な目にあったな。はい。大丈夫か、顔色悪いぞ。大丈夫です。あんまり無理すんなよ、しばらく車掌業務でもいいんだぞ。だから大丈夫です。僕は運転士じゃなきゃダメなんです。なぜそこまで運転士にこだわる。僕は息子の自慢の父でありたいんです。だから運転士を続けさせてください。お願いします。わかった。時刻よし。大丈夫だ、普通に運転したらいいんだ、練習通りに。以上。おい、何があった。すみません。え、何もありませんでした。何やってんだよ。ソウスケ、ちょっといいか。何？パパな、運転士できなくなっちゃった。え、なんで。ごめんな、パパがこんなんだから。パパは頑張ったんだよ、たくさんの人を電車で運んで笑顔にして。自慢のパパになれなくてごめんな。大丈夫だよ。え、どんなパパだってずっと僕の自慢のパパだよ。ソウスケ、前みたいに笑ってる優しいパパが好きだよ。ありがとな。じゃあほら、お花見行こっか。じゃあ僕が弁当作ってあげるね。作れないでしょ。にひ。あれ、どっちだったかな。ドキドキ。うう、邪魔だ。お母様、怖いよ。めいちゃん、どうしたの。そうすけくん、お家へ帰る電車が分からなくなっちゃったの。僕に任せて。うん。駅員さん、田園調布へ行く電車はどこですか。ですと、5番線の横浜行きだね。ありがとう。行こう、めいちゃん。うん。はい、まもなく発車します。一人乗ります。はいよ。めいちゃん、
この電車で大丈夫だよ、ソウスケくん。ありがとう。にひにひ、ソウスケ待って。どうしたの？切符出すから待ってて。うん。あれ？カバンに入れたはずなのに。やだ、駅員さんがこっち見てる。不正してると思われてるかな。待って、後ろの人も私が遅いからイライラしてる。やだ、周りの人にどんくさい女って思われてるかも。もうどうしたらいいの。お母さん、一緒に切符探しましょうか。え、ゆっくりで構わんぞ。あ、すいません。これお子さんによかったら。あ、ありがとうございます。みんな優しいね。駅員さん、ちょっといいですか？どうされましたか？電車の椅子が売られてるって聞いたんですが。気配音熟系のやつだよ。2021年までは秋田県は小賀線で走っていた気配40系の椅子ですよね。あ、それだと思います。あと1個だけ残ってたんですよね。よかったです。やったー。おい、俺のものだ。え、その椅子を手にするために全財産10万円を握りしめてきたのよ。ママ、絶対欲しい。そこをなんとか譲ってもらえないですか？嫌なのよ。お客様、何なのよ。この椅子いくらかご存知ですか？知らないのよ。あー、10万円もあれば余裕だよな。138,600円です。くそがー。にぃー、てん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 。どうされました？今年の夏までなのか。何がですか？てんてんてんてててんだよ。新幹線の車内チャイムだ。あー、なるほど。よくわかったな、ガキ。にぃー。そうなんです。今年の夏頃に変更することになりました。俺はあのチャイムがないと新幹線に乗らないのよ。僕もあのチャイム好きだったのに。ですよね。ただ新しい曲、会いに行こうも素敵な曲ですよ。どういう意味なのよ。コロナも収まってきた今、今まで会えていなかった人に会いに行こう、そして日本の活気を取り戻そうという思いがあるんです。なるほどな。暗いトンネルを抜けたら新しい景色が待ってるってことか。どういうこと。クソが。トウスケ、ちょっと待って。早く、ちくわが食べたいの。この切符で途中下車できるかな。もう先に行くよ。待ちなさい。え、どうしたらいいの。こんにちは、どうかされましたか。こんちくわ、ちくわを食べに行くの。でも途中下車できるか分かんなくて。ちょっと見せてください。はい。なるほど。楽しみにしてたのにダメなのかな。途中下車できますよ。わー、よかったです。うれちくわ。切符の区間が101キロ以上あれば途中下車できるんです。ありがとうございます。ママ、行こう。俺も外に出させる。切符を見せてください。これだ。99キロなんでダメですね。くそが。今日はどこまで行くの。ママの会社のある横浜まで行くの。一人で偉いね。行ってらっしゃいませ。 T1 に乗って終点の横浜まで余裕だね。このまま乗ってけば大丈夫だ。あれ、ここ横浜。ここは湘南台だよ。なんで横浜に行く電車だったのに。あ、もしかして東急と相鉄がつながったの知らなかった。え、うん。3月18日から開通したんだよ。だからここまで来ちゃったんだ。もう一人間違って来ちゃった人がいるから一緒に帰ってください。誰。鳥だよ。うう、怖いおじさんだ。いつも怖いわけじゃないのよ。行くぞ。うん。おいガキ、チョコやるよ。ありがとう。笑顔よし。わあ、綺麗な海だね。ママ、携帯貸して。はい。わあ、綺麗。どうされましたか。この人がお尻触ってきたんです。いや、僕触ってないですよ。嘘つかないでください。いや、僕本当に触ってないですって。お客様、次の駅で降りてお話をさせてください。ちょっと待ってくださいよ。後でゆっくり聞きますので。そのお兄さん触ってないよ。え、子供が何言ってんの。見てないでしょ。子供がたまたま動画撮ってて、これよかったら。あ、お客様、疑ってすいませんでした。助かった、本当にありがとうございました。お礼はお寿司でいいよ。どうして。何でも買います。駅員さん、どうしました。ママがいなくなっちゃった。もう大丈夫だよ。お名前は。ソウスケ。ソウスケくん、駅員さんに任せて。うん。豊洲駅より迷子のお知らせです。え、ソウスケ。黄色い帽子をかぶった男の子、名前はソウスケくんです。よかった、駅員さんのとこ行ったんだね。西改札にてお母さんを待っています。西改札ってどこだろう。お母さん、どうかしましたか。あ、西改札に行きたいんですけど。僕もちょうど行くとこだったので一緒に行きましょう。助かりました。ママ、ソウスケ。
よかった。ソウスケ、エレベーターのボタンを押して。うん。ソウスケがいると助かるな。ママは重いベビーカーをしてるから疲れちゃうもんね。そうそう。ドキドキドキ。え？うん。もう満員だ。子供連れは後にしろ。おいごらてめえ。え？てめえは本当にエレベーターが必要か？階段より楽だから使ってんのよ。エレベーターがないと移動できねえ人がいるのがわからねえか。あんたは階段でもエスカレーターでも移動できるだろ。まあそうだけど。なら相手の気持ちになって譲ってあげてください。どうぞ。ありがとう。お、初めてのお使いかな。赤い名鉄に乗って豊川稲荷で降りる。あ、赤い名鉄だ。うわあ、かっこいい。え、まもなく豊川駅列車発車します。え、豊川乗ります。ちょっとソウスケ頑張れ。次豊川稲荷ですか。はい、豊川ですよ。あれ、お兄ちゃん、この電車は JR だから名鉄とは違う駅に着いちゃうけど大丈夫かな。間違えちゃった。もう戻れないですか。楽勝だよ。一緒に名鉄の駅まで歩こうか。うん。ソウスケ、なんとか来れたんだね。楽勝だよ。どうやってここまで来たの。にひあれ、ソウスケ、チョコは家にいっぱいあるでしょ。今食べたい。もう。お母さん、ちょっといいですか。はい。お子様はおいくつですか。え、なんか疑われてる。どうしよう。あ、6歳です。ってことは4月から小学生ですか。そうですね。もしかして買う切符間違ってた。ベスト、3月31日までただでいいですよ。え、そうなんですか。はい、子供の切符が必要になるのは4月1日からです。てっきり保育園を卒園したので小学生扱いだと思って。こちら切符の代金お返ししますね。わざわざありがとうございます。ソウスケ、何、チョコ買ってあげる。やったー、笑顔よし。今日はどこへ行くの。スイミングに行くの。お、頑張ってね。うん。よいしょよいしょ。あ、おばあちゃん座ってください。あれ、いい子だね。長生きしてくださいね。ありがとね。お礼にチョコをどうぞ。わあ、ありがとう。あ、雨が降ってきた。少年、傘入る。え、いいの。 OK ぽよ。ねえねえ、チョコ好き。うん、余り物でよかったら。ありがとう。ソウスケ、その荷物どうしたの。お姉さんたちにチョコもらったの。モテオだね。じゃあママのはいらない。いる。ん、次の小玉号はどこですか。次は新大阪行きが11番線から発車しますよ。ありがとう。どこまで行くの。熱海まで。そっか、じゃあ気をつけてね。新横浜の次が小田原で、次が、あ、あんちゃん着いたで。え、ここはどこ。新大阪やで。熱海で降りないとだったのに。もうお金ないです。ほな歩いていかへんとな。うー、嘘やって。金もいらんからこのまま乗ってな。折り返しで東京まで行くさかい。え、あ、うん、ありがとう。母ちゃんには歩いてきた言うときな。サスケ、遅かったじゃん。なんかあったの。歩いてきたの。え、嘘やって。なんで関西弁。わー、新幹線だ。ソウスケ、電車の中は静かにしなさい。あのガキ、靴のまま座席に乗ってやがるな。あれは小田原線の電車だ。そろそろ俺が行ってやらねえとダメか。かっこいいな。お兄ちゃん、かっこいい靴だね。あ、ありがとう。あ、ソウスケ、ちゃんと靴脱ぎなさい。あ、忘れてた。すみません、私がちゃんと見てなかったので。分かっていただけたら結構です。これからも次の方が気持ちよくご利用できるようご協力をお願いします。はい。ごめんなさい。お兄ちゃん、早草だよ。わー、かっこいい。笑顔よし。わー、スタンプ見て。よかったね。インクをたくさんつけて。おいガキ、んちんたらしてんじゃねえぞクソが。うー、あー、すいません、お急ぎだったら先にどうぞ。まったく何もしてないガキは出しゃばるな。おいこらてめえ、順番も守れねえのか。俺はこの後仕事なんだ、時間がないんだ。そんな忙しい時にやるもんじゃねえだろ。みんなルール守ってやってんだよ。守れねえなら参加すんじゃねえよ。帰りも遅いから間に合わねえと思ってよ。はあ、終電までやってますので仕事終わりにゆっくり参加してください。はい。駅員さん、スタンプ50個集めました。お、ではメダルのプレゼントです。やったー。笑顔よし。駅員さん、
ソスケくん、どうしたの？ママの誕生日で買ったお花を忘れちゃったの。え？もう見つからないですか？必ず見つけるよ。乗ってきた電車は覚えてる？33分に着いた横浜行き。OK、どこに座ってたかな？いつもママと座る前の方の窓側。わかった、ちょっと待ってて。うん。531号F、車掌取れますか？はい、こちら531号F。前より窓側の座席に花束の忘れ物、至急捜索願います。了解しました。お子様からママへのタンプレみたいですよ。泣けますね。ちなみにお名前は？宗介くんです。了解です。あ、あったあった、宗介くんのお花だ。え、あ、子供がママへのプレゼント忘れちゃったみたいで。あの、その子、この席に座ってたって言ったんですか？そうですよ。知ってる子ですか？あ、いえいえ、気のせいです。You've been down there. 今日はどこ行くの？新潟のおばあちゃんの家。お母さんは？おばあちゃんの看病で先に行ったの。そっか、気をつけてね。新幹線時に乗って浦沢駅で乗り換えて越後川口、新幹線時323号到着です。うわー、時だ。上越線大雪の影響で全線運休となっております。駅員さん、電車来ないんですか？ごめんね、雪で電車が走れないんだよ。ママ小僧、みかん食うか？あ、うん。バカいっぺこと詰まったねっけ。おい、おじさん、英語話せるの？面白いこと言うな。新潟の方言中やっちゃ。へえ、バカ言ってどこでったっけ？バカいいね。ソスケ、大丈夫？ママ寒くなかった？バカいっぺこと詰まったねっけ。え？わあ、新幹線だ。ソスケ、危ないからこっち来なさい。かっこいい。邪魔だガキ。うん、ソスケ大丈夫？親がちゃんと見とけ。あ、すいません。あなたこそちゃんと周りを見た方がいいんじゃないですか？誰だお前。私は新幹線の車掌です。車掌が口挟んでくんだ。あなた、ながらスマホをしてましたよね。それでいて子供にぶつかり邪魔だとは、あまりにもひどくないですか？うるせえな、ちゃんと子供を見とかね、親が悪いんだよ。お母さんはしっかり見守ってましたよ。無邪気に走り回るのは子供の仕事です。気を使うべきは大人の方ですよ。たく、ソウスケくん、おいで。何ですか？はい、どうぞ。ソウスケ社長、敬礼。すいません、駅員さん。どうされました？子供が保育園児なんですけど、改札どうやって入ったらいいですか？そのまま通過して大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあママ行くよ。ちょっと待って、改札通るときに扉が閉まって顔にぶつかったりしないかな？もういい、行くよ。どうしよう、心配。お母さん、安心してください。え、自動改札は身長が120センチ以下だったらセンサーが反応しないので扉は閉まりません。そうなんですか？はい、ソウスケくんの身長なら大丈夫ですよ。安心しました。ソウスケ、おいでー。わー、笑顔よし。一人でお出かけかな？うん、一人で名古屋まで行く。すごいねー。 Everything we're aiming for the next big thing. See you soon on the other side.I'm grateful for the memories we're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. お兄ちゃん、席合ってるよ。クソが。お兄ちゃんかっこいいね。あんな怖いおじさん倒しちゃったんだもん。僕はもう泣かないんだ。ママと約束したんだ。強くなったね。ソウスケ、何やってんの？お寿司の弁当が食べたい。さっきおにぎり買ったでしょ。お母さん、ちょっといいですか？え、私なんかした？罰金とか言われたらどうしよう。お子様は小学生ですか？いえ、保育園児です。新幹線の席に座るときって膝の上ですか？はい、外をずっと見てるので。ですとお子様はただでいいですよ。え、そうなんですか？はい、座席を一つしか使ってないのでお母さんの分だけで大丈夫なんです。知らなかったです。こちらは払い戻し分です。ありがとうございます。ソウスケ、何？お寿司買っちゃおっか。やったー、笑顔よし。乗ります。急げー。あ、栗原行きの前感謝します。はぁ、間に合った。あれ、ソウスケ、ソウスケ、ん？え、まさか電車とホームの隙間に？以上、大丈夫ですか？ソウスケ！安心しろ、わしが両手を掴んでおる。ソウスケを助けてください。行くぞ。うりぃー。ママ！ソウスケ、なんともない？うん、大丈夫だよ。よかったな。本当にありがとうございました。おじさん、ありがとう。おう、まあ、ホームは危ねえからよ。坊主と手
つないでやれよ。はい、ぜひお礼をしたいので連絡先だけでも。そんなもんいらねえよ。ああ、いい運動になった。かっこよ。行くぞん？わあ！ちょっとソウスケ何やってんの？大丈夫ですか？なんでいけないんですか？どこにですか？ハリーポッターに出てくるホグワーツです。ちょっと駅員さん気にしないでくださいね。あ、もしかしてホグワーツ魔法魔術学校へ入学ですか？はい。ですとロンドンのキングスクロス駅9番線と10番線の間に9と4分の3番線に入る壁がありますので、そこに突進してください。わかりました。するとホグワーツ特急列車が待ってますよ。やったーママロンドンに行こう。パパに相談だね。うん、行ってらっしゃいませ。わあ、カモメだ。やっと見れてよかったね。すごいすごい。ってー、ああ、兄貴が怪我しちゃったよ。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんで済んだら警察いらんわ。かーね。だよね。いや、そんな。お母さんの息子さんがぶつかってきたんだから、責任取らねえとな。新幹線乗るお金があるなら払えるよな。わかりました。いくらですか？全部でてめえらだっせーな。え？なんだてめえ。お母さん、こんな奴らに払う必要ないっすよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。おい、人たちが何やってんだ。やべ、逃げんぞ。また来るからな。お兄ちゃん、しっかりして。お兄ちゃんバカだな、今のお前じゃ勝てねえよ。教えてくれよ。強くなりてんだよ。明日から特訓な。はっはっ。はい、終電まで繰り返すよ。こんなんで強くなんのかよ。はっ。何事も基礎が全てなの。黙ってやれ。ホームで何やってんだ。はっはっ。はい、一回一回集中して。僕にも教えて。え？ママを守るのは僕だ。男じゃん。はっはっ。何事だ。マジであいつ雑魚だったな。俺らに怖いもんねえよ。おい、あれ、前ボッコボコにしてやったクソ雑魚とクソガキじゃねえか。慰謝料払いに来たか。いやだね。僕もママも謝ったもん。だから前も言ったよな、ごめんで済んだら警察いらねえって。つまんな。あ、クソつまんねえなお前ら。てめえぶっ殺すぞ。俺たちは誰かを守るために強くなる。急げー。はあ、間に合った。ソスケ、静かにね。わかったよ、ママ。ちょっとあんた。はい。ここ女性専用車両よ。男の子はダメなのよ。あ、そうなんですか。常識でしょ。女しか入れないのよ。案内に書いてあるでしょ。出て行って。ソスケ、行くよ。ちょっといいですか？何よ。少し勘違いされてますね。何がよ。私は正しいことをしたまでよ。女性専用車両は小学生以下の男の子も乗車できるんですよ。え？女性しか入れないと勘違いされがちですが、しっかりと案内に書いてありますよ。そうだったのね。お母さんとソウスケくん、安心して乗車してくださいね。ありがとうございます。ありがとう。見てママ、あっちに新幹線が走ってる。ソウスケ、静かにしなさい。新幹線のぞみ号だ。すごーい。うるせえなクソガキ。すいません、静かにさせますので。親なら早く黙らせろ。ソウスケ、泣かないの。ソウスケくん、こっちおいで。うん？車掌さん。車掌室からはもっといろいろ見えるんだよ。すごーい。ありがとうございます。140円140円。ん？よし、これで降りるときは定期使えば完璧だぜ。あの、駅員さん。はい、どうしました？岐阜までの切符、ください。はい、お兄ちゃんは今何歳？8歳。では、大人の半分の値段になるので、990円です。細かくてごめんなさい。わー、全部10円玉だね。頑張って貯めたの？うん、織田信長を見に行くの。わー、楽しみだね。それじゃあこれ、切符ね。ありがとう。あ、駅員さん。はい。足りない分の切符作ってください。
かしこまりました。駅員さん、バイバーイ。ソウスケ、急ぐぞ。どうして？走りたくないよ。いいから走れ。痛い。ぶつかったら謝ってもらわねえとな。ごめんなさい。慰謝料も払ってもらわねえとな。弟に手出してみろ。許さねえぞ。あ、なんか言ってやがるよこいつ。それ以上近づいてみろ。どうなっても知らねえぞ。そうか、何が起こるか楽しみだな。よく頑張ったな。お前は立派な兄ちゃんだ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。これお年玉です。ありがとう。よかったね、ソウスケ。うん、ソウスケ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。どいたどいた。あ、まんまとお年玉を落としたわね。どいたどいた。結構分厚いわね。大金ゲットよ。おいこらてめえ、何よ。お年玉をお孫さんにでもあげるんですか？そうよ。僕もおいっ子にあげたいんですけど、いくらぐらいあげたらいいんですかね。そんなの知らないわよ。橋爪さんはいくらなんですか？え？切符？僕のだ。なんで切符なのよ。あなたが奪ったのはポチ袋に入った切符だったんですよ。じゃあ返すわよ。いいえ、年明け早々警察がお待ちです。ちょー、めいちゃんの年賀状がないよ。郵便屋さんも忙しいから明日来るんじゃない？昨日もそう言ってたじゃん。きっと大丈夫だよ。ほら、電車見に行こう。うん。社長さん。はい。年賀状をソウスケ君に届けてほしいの。そういうのは郵便局に行ってね。もう今日の回数が終わっちゃったの。じゃあ明日にしたら。届けてあげるよ。え？その子はどこにいるの？いつも豊橋駅で電車を見てるの。今日もソウスケ君はいると思うの。わかった。もしいたら渡しとくね。ありがとう。三次三景かっこいいね。そうだね。もしかしてソウスケ君？え？お友達から年賀状の到着です。めいちゃんからだ。シャスーさん、ありがとう。ありがとうございます。本当にいるとはな。ママ、明日は雪だるま作ろう。ソウスケ、明日から学校だよ。え？嘘だ、行きたくない。ダメだよ、学校の準備しなさい。やだ、もっと遊びたいんだ。ちょっと。うーどうしたの？今日で休みが終わっちゃうんだ。学校なんて行きたくないんだ。そっか。僕は将来何になりたいの？電車の運転手さ。いいじゃん。でも電車の運転手は冬休みもないんだよ。そうなの？みんながお休みの時も電車を走らせないとだからね。じゃあ僕も休んでられないね。駅員さん、バイバイ。行ってらっしゃい。ママ！どこ行ってたの？明日の学校の準備手伝って。え？もちろん。にぃ、私鉄オレンジ鉄道のご利用ありがとうございます。レストラン列車は最高だね。そうだね。早く食べたーい。あ、ちょっとトイレ行ってくるね。うん。ちょっとボクちゃん、こっちの弁当の方が美味しいわよ。え、本当に？この電車に1個しかない弁当よ。いいな。優しいおばさんが交換してあげるわ。え、ありがとう。バカなガキね、昨日買った半額だったのり弁よ。ん？これで3万5000円のスペシャルランチをゲットよ。おいこらてめえ。え？お客様は座席だけのご利用でしたよね。ちょっとトイレに行ってたのよ。じゃあなんでスペシャルランチをお持ちなんですか？食事付きのプランの方にしかお渡ししてないんですが。それはうちの子のご飯返してください。うん。子供を騙していい思いをしようなんて絶対に許しませんよ。ちょー、駅員さん。え？僕は半額のり弁でもいいよ。ソウスケ、だって電車で食べたら全部美味しいもん。本人がそう言ってくれてるので許しますよ。ちょーちょー、早くしないと限定のクロワッサンが売り切れるわ。着いた。いや、私が降りるわ。どきなさい。あー、非常。なんか騒がしいけど知ったこっちゃないわ。すぐ助けるから退避所から動かないでね。うん。クロワッサン、クロワッサン。ちょっと待てよ。え？あんたのせいで大変なことになってんぞ。何のことよ。電車から降りるとき前の子供突き飛ばしてったろ。ちんたらしてるからよ。その子は電車とホームの間に落ちたんだぞ。え？その目で見てこい。無事だったのかい？足が痛いよ。悪かったわね。足爪さん、地味って警察がお待ちです。ちょー、新幹線で吸えるのもあと少しね。ママ大丈夫？ちょっとタバコの匂いがね。喫煙ルームから離れたとこにしたらよかったね。僕が煙を吹き飛ばすよ。無理だよ。あの、はい、よかったら席変わりましょうか。え？
いいんですか？俺んとこならそんな匂いもしないんで。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとあんた、そこ私の席よ。え？あ、すいません。いいない好きに人の席を横取りするなんて卑怯者ね。いや、そんなこの人タバコの匂いが。ちょっとおばさん、こっちの席取っといたよ。え？喫煙ルーム近い方がいいっしょ。確かにいいわね。そこの席くれてやるわ。よかった。お姉ちゃん、ありがとう。ママの嘘つき。ごめんね、車内販売やってないんだって。お腹空いたよ。新大阪まで我慢して。嫌だよ僕、え？駅弁一個やるで。いいの？彦摩呂さん？去年車内販売なくなったやろ？みたいですよね。てやから乗る前に買うてきたんや、10個。わー、さすがですね。のぞみで東京発車して品川着くまでに完食してまうで。東京品川は5分しかないよ。さすが彦摩呂さん。いやいや、それは嘘やで。彦摩呂さん、これ食べていい？ええよ、開けてみ。うわー、美味しそう。ちゃうちゃう、もう貸してみ。え？うわー、海の宝石箱や。わー、宝石箱や。あのお客様、はい、車内はお静かにお願いします。すいません。まだ来ないの？この雪だからね。寒いよ。もう少し頑張って。もう帰りたいよ。我慢しなさい。お客様、はい、お待たせして申し訳ございません。よかったら毛布とカイロ使ってください。あ、ありがとうございます。僕コンポタ好き。うん、よく振って飲んでね。ありがとう。この寒さの中ですが、もう少し頑張りましょう。はい。あの人は大丈夫なの？ん？ちょっとお姉ちゃん、大丈夫ですか？ギャルだから余裕。寒くないの？クソ寒いけど根性しちょ。ギャル強。うわぁ、ランデンだ。ソウスケ、走っちゃダメ。うわぁ、かっこいい。おい、お前やってんな。お前マジキツだな。俺がカメラ向けたの分かんねえのか。これ金案件だぞ。ごめんなさい。ほら、ソウスケも謝って。ごめんなさい。土下座しよ。土下座しないとこのガキやっちまうぞ。わかりました、わかりましたから、子供には何もしないでください。おいごらてめえ。え？お前は自分しか見えてねえんだな。何がですか？ここにいるのはお前だけじゃない。たくさんの方が利用する場所だ。もっと周りを見て、常識の中で趣味を楽しんでください。わかりました。君、名前は？ケンチです。覚えたからな。はい。わあ、山手線が見えるよ。どっちが早いかな？こっちの電車だよ。腹が減ってきたわ。美味しそうね。もう限界だわ。あれ、パンが減ってる。え？もう一本残してたのに。食べたんじゃないの？食べてないよ。あの怪しい金髪が食べてたわよ。え？お兄ちゃん、僕のパン食べた？あ、食べるわけねえだろ。嘘ついてるわよ。さっきからずっと口を動かしてたわ。何言ってんだよ、これガムだよ。人のものを食べといてよくそんな顔ができるわね。あの、え？おばさん、ここ。え？やってくれたな。チュー！行くよ。うん、ランドセル何色にしようかな。ソウスケ、ちょっと待って。あれ、昨日卒園したから切符買わないとだっけ。ちょっとあんた、はい、さっき子供が切符通してなかったけど保育園児かい？いや、昨日卒園しました。じゃあもう子供の切符いるじゃないの。そうなんですか？うわー、この人不正乗車よ。無賃乗車してるわよ。ちょっとやめてください、すぐ買ってきますから。こんな親に育てられる子はかわいそうね。うー、おいごらてめえ。あなたは人のこと言えませんよね。なに？でもこの親は不正してるわよ。私の時以来に罰金取りなさいよ。安心してください、お母さん。え？お子様は6歳ですよね。はい。ですと小学校の入学式まで幼児の料金で大丈夫ですよ。そうなんですか？ってことは切符は必要ありません。よかった。チューン。ソウスケ、ランドセル買いに行こっか。にぃ。本日は望みごおごりをくださいましてありがとうございます。朝早かったし移動で寝てこ。おい、今のアウトだろ。マジ？いいだろ。アウト、アウト。おい、じゃあもう一回な。マジガルバナナ。うるさいな、寝れねえだろ。ママ、寝れないよ。耳塞いで寝な。無理だよ。忍者と言ったら足早い、足早いと言ったらボルト、ボルトと言ったら目パッチリ。うるさいよ。どうしたらいいの？え？お兄ちゃんたちの話が面白すぎて眠れないよ。え？お兄ちゃんたちみんな芸人さん？違いますけど、普通に大学生っす。ちょっと話が面白すぎだって、寝れないよ。あ、すいません。こんなところでタダで聞かせてもらうのはもったいないよ。今度お金払って聞きに行くから、ここでは黙ってて。お、
はい。うっす。すごーい。これで寝れるね。ありがとう。邪魔よ、邪魔よ。ああ、ソスケ、大丈夫？うん。あれ？どうしたの？僕のおもちゃがない。え？レアなおもちゃを盗んでやったわ。早速売りに行くわよ。早く逃げるわよ。おい、パズ。そこまでだ。え？おもちゃが喋ったわ。俺たちはソウスケのおもちゃが盗むなんてよくない。ああ、ウッディの言う通りだ。何よ、おもちゃなんてすぐ捨てられておしまいよ。それなら私に売りに出された方がいいでしょ。そんなことない。ソウスケは俺たちを手放したりしない。ああ、無限の彼方までな。気味の悪いおもちゃね、もういらないわ。まあ、ウッディ、パズ、これからも僕たちは相棒だよ。わあ、研究だ、かっこいい。いい写真撮れた。うん。やあ、え、誰かに痴漢されました。誰ですか。そこの金髪に決まってるじゃない。あ、いかにも悪いことしそうな見た目してるわよ。俺は何もやってないって。触りましたよね。正直に言ってください。だからやってないって。お兄ちゃんたち、こいつを逃がすんじゃないよ。捕まえて罰金を払わせなさい。ちょっと待ってくれよ。一緒に警察に行きましょう。ただで触れると思うなよ。ああ、お姉ちゃんはやってないよ。え、僕ちょうど電車の写真撮ってたから証拠の写真もあるよ。見せて。はい。お化けだ。怖。今日はどこ行くの？夏休みだから千葉のおばあちゃんのとこに。いいね、気をつけてね。うん。この電車は特急潮彩銚子行きです。特急潮彩に乗って千葉で降りて。僕着いたよ。あ、降りないと。 JR の電車に乗り換えだ。はい、発車します。あれ、ここはどこ？間違えちゃったよ。一人で来たのか。うん、乗り換えを間違えちゃったの。そうか。ママ。ほれ。え？ここで採れた野菜はうまいべ。え？いいから食ってみ。ありがとう。どうだ？甘くて美味しい。ダメ、暑いから熱中症にならんようにな。え？あ、大丈夫だ、何もしてこいよ。大きい。ここじゃ人間より動物の方が来てくれるわ。お、これで戻れんぞ。ありがとう、おじさん。ダメ。千葉でございます。着いた。ソウスケ。あ、ママ遅かったけど何かあったの？あのね、おじさんがトウモコロチをくれたの。え？あとクマさんとかにもあったの。え？大丈夫だったの？ダメ。何言ってんのよ。まあ無事でよかった。あれ、お財布がない。え？どこで落としたか覚えてる？覚えてない。もう何やってんのよ。え？ありがとう。こんなことあるの？ダメ。駅長、どこ行ってたんですか？探したんですよ。あ、すまんすまん。この歌めっちゃ良くない？めっちゃいいじゃん。すごいスピードだ。早いね。騒がしいわね。え、この先揺れますのでご注意ください。あの光はなんだ？司令さん、取れますか？はい、こちら輸送司令。空を見てください。は？なんだ急に。いいからすぐ見てください。まったく、なんなんだよ。おい、冗談じゃねえぞ。あれは一体？おい、ニュースを見てみろ。緊急速報です。現在日本上空に隕石とみられる物体が接近中です。国民の皆さん、身の安全を第一に避難してください。隕石だと？ねえねえ、壊してあげよっか。え？隕石ぶっ壊してあげよっか。何を言ってるんですか？わかんねえやつだな。助かりたいんでしょ？それ助かるなら助かりたいですよ。でもどうすることもできない。おりゃー。はい、何が起こったんだ？何事よ。ソスケ、大丈夫？ママ、見て。緊急速報です。隕石と見られる物体が接近中です。隕石だと？ねえねえ、壊してあげよっか。え？隕石ぶっ壊してあげよっか。何を言ってるんですか？わかんねえやつだな。助かりたいんでしょ？それ助かるなら助かりたいですよ。でもどうすることもできない。おりゃー。
何が起こったんだ。何事よ。ソスケ大丈夫。ママ見て。ごめん、破壊力ありすぎて軸歪んじゃったっぽい。そんなバカな話があるわけないじゃないの。だったらここはどこなの。昨夜隕石が何者かによって破壊されました。その後破壊したとみられる人物が乗車していた列車が姿を消しました。現在警察が捜索中とのことです。どうなってんだ。じゃああんたのせいね。は、私がいなかったら隕石でみんな死んでたっつーの。どうし上よ、言葉をわきまえなさい。うっせーな、感謝しろクソババア。チュー、喧嘩してる場合じゃないですよ。みんなで帰る方法を考えましょう。プラノロンだ。社長さん危ない。皆さん車内に入りましょう。急いで中に。怖い怖い。キャー、しばらくここで様子を見ましょう。もうこんな怪物だらけの場所いられないわよ。おばさんよりはマシだけどね。何よ小娘。この音はティラノサウルスだ。列車を走らせます。電気も線路もないっていうのにどうするっていうのよ。この列車はエンジンを積んだ機動車です。線路はないけど、こうなったらやるしかないじゃないですか。車掌さんお願い。車掌さん行け。このままだとみんな食われちまうぞ。動け。動いた。行け行け。獣が追ってくるわよ。飛ばしますよ。私たちこれからどうなっちゃうんだろう。今日はここで止まって、また明日帰る方法を考えましょう。腹が減ったわ。少しですが車内に非常食がありますので。まずそうね。一人ずつ配りますね。それじゃ足りないわよ。ガキは母親と一緒でいいでしょ。はい、文句あんの。子供だってお腹が減っています。平等に分けますよ。チューニヒ。では皆さんおやすみなさい。まんまとみんな寝たわね。食料は私のものよ。あったあった、いただくわ。あ、外に転がってったわ。あったあった。それにしても冷えるわね。雨かしら。皆さんおはようございます。めっちゃ寝た。おはよう。おはよう。あれ、橋爪さんは見てないですか。起きた時からいなかったっすよ。え？キャー！どうしました？どうした？このエプロンって。やだ。え？橋爪さんもですね。もしかして、あいつに食われたんじゃ。何やってんすか、橋爪さん。バカなことするから、非常食ならあげたのに。ここにいたら俺たちも食われちまうぞ。早く移動するぞ。そうですね。どこまで行くの？とりあえず僕らの匂いが届かないところまで。恐竜ってめっちゃ鼻がいいって聞いたことあるよ。ならできるだけ離れよう。飛ばしますよ。一歩来たんじゃない。そろそろいいんじゃねえか。この辺りで止めますね。あれ、どうしたの。ブレーキが効かない。えくそ、どうなってんだ。おい前見てみろよ。あれって滝だ。死にたくないよ。大丈夫だよ、ソウスケ。止まれ母ちゃん、迷惑かけてごめんよ。神様お願い、もう何もいらないから、この列車を止めて。ママ私はいいから、ここにいるみんなが助かりますように。うわうわ。大丈夫ですか。大丈夫？うん。タクボよ。タクボよ。お兄ちゃん落ち着いて。そっちは危ない。今行くからな。待ってろよ。すぐ戻るんだ。こいつは俺が助けなきゃ。いつも助けてもらってばっかだよ。こんな時ぐらい命張らせてくれよ。逃げろ！こんな世界になってもな、お前といたら楽しいんだよ。どこにいてもお前がいたら天国だよ。お兄ちゃん。帰ったらまたボーリングしてカラオケでオールしような。危ない。キャッ、タクポよ、もうだ。タクポよ、今まで楽しかったぜ。兄ちゃん、無理。五十嵐
しは私のために。素敵な人と出会えたね。彼は最後の最後までお姉ちゃんを助けようと必死でした。あいつやるって決めたら目の前しか見えなくなるから。お兄ちゃんかっこよかったよ。知ってるよ、五十嵐はバカかっこいいやつだよ。でもどうせ食われるならティラノだろう、バカ。トリマーみんなで帰んないとね。帰ろ。ソスケ、ママこの恐竜が怪我してるんだ。危ないから近づいちゃダメ。でも怪我して歩けないみたいだよ、治してあげなきゃ。ソウスケ、ティラノサウルスだ。ソウスケ逃げて。やめてよ。ティラノサウルスだ。ソウスケ逃げて。やめてよ。この子は怪我してるんだぞ、食べるなら僕にしろ。ソウスケ、弱いものをいじめるやつが一番弱いんだってママが言ってたぞ。ソウスケダメだよ。え、かっこいいこと言えるようになったね。でもここはママにカッコつけさせて。なんで？ソウスケ、自分の命より大切な人が見つかったらその人を死ぬ気で守るんだよ。うその優しい気持ちは次に取っときなさい。不思議と全然怖くないや。この時代もいいもんだね。ママママ隕石、もしかしたら恐竜が絶滅した時の隕石なんじゃ。間違いないよ、このデカさ。もう一度隕石を破壊できますか。うん、お願いします。でもあの隕石を壊しちゃったら未来が変わっちゃうんじゃ。この隕石がなかったら恐竜は絶滅しなかった。ってことは人間だって生まれてこれなかった。恐竜が生まれそして破壊され、人間が生まれた。ソウスケくん、ごめんな。ううん、本当はとっくに死んでたんだから、映画みたいな時間が過ごせてラッキーだったよ。そうですね、未来に望みを持って。望み号のこと？うん、そうだね、望み号発射します。にひ